テキサスインストゥルメンツ TWL6032 ウェハーレベル CSP とは半導体部品のパッケージ形式の一つであり、ボンディングワイヤーによる内部配線を行わず、半導体の一部が露出したままのほぼ最小となる半導体パッケージであり、抗議のフリップチップである。プリント基板上に単体の高周積度半導体を表面実装するきに、 小さな占有面積で済ませられる。最近では、ファウルプと区別するために、フィルプとも呼ばれる。CSP という名前の通り、半導体の台とも呼ばれる、ベアチップ台のパッケージであり、ウェハーレベルとは、外部端子や風刺樹脂といった通常は、ベアチップへ行う加工処理を、ウェハーからチップを切り出す前のウェハーの段階で済ませることを意味している。 A 再配線型 B 応力緩和型一ベアチップに端子パッド三パッシュベーション層四風刺樹脂五ハンダボールなど六銅バンプ七プリント基板上ェハーレベル CSP の構造は基本となる再配線型と応力緩和型の二種類がある電気的な接続部となる外部端子はハンダバンプの他にも金バンプがあり基板側も銅配線で受けるものからハンダ 銀ペースとアクフを使うものがある。ウェハーレベル CSP には、実装面積が縮小できる他にも、配線の実行インダクタンスも削減できる利点がある。以下に、QFP と部が、ウェハーレベル CSP との比較を示す。台の端子パッドと、実装側基板のパターン直前までの間をワイヤーと、ワイヤー以外で計測した。ありがとうございます。